ル。ガイトンです。カポトンです。カポトンです。なんだ今の。何だよカポトン。プシューって。はい、今日はですね、うん、妊婦健診の10週健診に行ってきたので、まあ、その経過報告をね、うん、したいなと思います。今回もね、写真を撮ってもらいました。うん、おい。でね、今回はね、ちょっとね、体が斜めってたから、ちゃんとした身長みたいなのは測れなかったんですけど、まあでもね、3D、ちょっと初めてちょっと撮ってもらって、まだね、ちょっとした塊でしかないんだけど、そうそうそう、赤ちゃんの様子、ここにね、真ん中にいるやつがそうなんだけど、そうそうそう。これが何？これは分かりづらいね。ちょっと分かりづらいね。もうね、これは、ここが頭、うん、ここが頭で、マジか、これが手で足って感じだからちょっと分かりづらい、ね、でまあ一応心音もね聞いたりして、はい、で一応今回も映像を撮ってまいりました。頭、そうそう、手、足、ちょっと分かりづらい。全然俺分かった、分かった、足の方がでかい。まあそうだね。2つ撮ってきて、はいはい、1個は、まあ、子宮下からグッと入れて撮ったやつ、うん、もう1個はお腹に、はい、あのクリーム塗って、はいはい、そう上からこう当てて撮ったやつ、はいはい、でまずじゃあ子宮の方から見た映像を見たいと思います。上から見たの、マジか、これが頭か。ちょっと分かりづらい、ちょっと分かりづらいね。でも心臓動いてるのがはいはいはい、分かるかな、ね、反対向きになってる、反対向き、頭が下だよね、だから、あ、そういうこと、そうだね、あの、じゃあこうブリッジみたいな、ブリッジみたいな、そうそうそうそんな状態じゃないでしょ。こうやっても頭向いてる。違う、頭でかいね。そんな、そうだ、頭大きいよ。ここが頭で、ここが体で、ここが手で、ここが足、そう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 、そう、赤ちゃんはね、頭が大きいんだよ。そうなんだよ。出てくるとき大変よ、まず頭から出てくるから、うん、じゃあ、お腹にこう当てて、そうそうそう、見た方、うん、お腹に赤ちゃんがはい、始まりましたよ、ほら、いた、足動いてる、わかる、足動いてる、わかる、わかる、わかる、蹴ってるの、わかる、蹴ってるほら、動いてるよ、ちゃんと動いてる、動いてるよ、ほら、動いてる、動いてる、これで 3D にしてもらったやつ、ちょっとね、わかんないんだけど、 3D はちょっとよくわかんない、ちょっとまだね、まだちっちゃすぎて、ちっちゃすぎてわかんない、そうそうそう、これかなぐらいしか、うん、そうそうそう、うわ、アップ、まあでもまだ、まあわからん、全然わかんない、全然わかんない、そうだね、 3D だと全くわかんない、わかんないね、角度によってはね、全然ちょっと見えなかったりするから、うん、ちょっとね、その時によっても違うからね、今回はちょっと見づらかったかな、しょうがないね、動くから、そうそうそう、まあ、はっきり分かるのはまあ来月ぐらいからですかね、そうね、多分あと小倉だったら綺麗な、それ来月末ぐらいに、来月末ぐらいにようやくなんかあと形がそうだね、はっきりしてくるかなと、そうだね、で、なんか早い人だと4ヶ月目に性別が分かる人もいるっていう風に言われてるけど、まあでもその時に撮った様子によって映るか映らないかがあるから、まあまだ、まあ分かんない、そうだね、2ヶ月ぐらいは分かんないかもしれないね、まあそうね、来年の1月ぐらいにはまあようやく、まあ、ね、そうかもね、報告できるかもしれないね、そのぐらいにはもしかしたら。まあ、早ければね、まあこんなもんでしょ、多分そうだね、このだ、この多分ね、大きさ的にはやっぱね、このぐらいになんないと、そうだね、分かんない、そうだね、多分このぐらいだと思う、 1.5 倍ぐらいの大きさになんないとちょっとね、やっぱ実際あと1ヶ月ぐらいでしょ、そうだね、ちょっと性質が分かるようになるのは、そうだね、まあでも今のところ問題ないって言われてて、そうそうそう、手も足もちゃんとありそうだねってことで言われてるんですけども、やっぱり、まあ、高齢出産っていうことで、うん、まあ、リスクがいろいろあって、ね、で、まあ、病気のことも心配だったりして、いろいろ先生に聞いてきたんですけど、そのまあ染色体の異常っていうのかな、そのまあなんて言うのかな、まあ、あれでしょ、ダウン症とかね、そう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 、ダウン症とか、まあ、そういうのがあるかどうかっていうのを調べられるんですかって聞いたら、うん、
ちょうど調べるなら今ぐらいで、うん、まあ、ただね、お値段の方が10万円ぐらいかかる。10万円そうそうそう、まあ、他にも多分いろいろ検査とかカウンセリングとかでなんか日数も必要らしいから、実際もうちょっとかかると思うんだけど、まあ、そうやって言われて、あ、結構なお値段だなっていうのを聞きました。でもその後にもう一段階、まあ、低いというか、あの違った検査があって、クワトロ検査っていうんですけど、それはなんか4種類の検査を、まあ、あの可能性でしかないんですけど、まあ、このぐらいの確率で多分こういう体の可能性がありますよみたいなぐらいの結果にしかないんですけど、まあ、でもそれはお手軽にもうちょっとね値段が安く検査ができるっていうことなので、まあ、やっぱりちょっとね、生まれるまでにちょっと安心感が欲しいなっていうのもあるので、クワトロ検査を、ね、うん、やろうかなと思ってます、はい、そうですね、うん、まあ、まあ、ね、やっぱ一応ね、そうです安心をそうだねするためにもぐらいの感じで、ね、そうだね、そうまあ言うても高齢者さんそう35歳以上はいろんな危険性がね、ちょっと何してんねあるのでお尻はい、というわけでね、今後も検診を受けて、まあこういうね、映像とか写真とかで、まあ、元気にね、動いてる様子を見つつ、検査でね、元気な子が生まれるかどうかをちょっとね、祈りつつまだね、安静期じゃないんで、まあ、そうです、体もね、安静にしていきたいなと思います。この間ね、ナイトが溶連菌感染症になってしまって、まあ感染症だからね、家族全員かかる可能性もあって、しかもその後のジンマシン、まさかのね、風疹かと思ったやつ。ジンマシン辛かった、辛かった、嘘つけー、嘘つけー、もうずっとかゆいかゆい、かゆい、かゆい、あーあーって言っちゃう、へっへっへっ、まあでも風疹だったらママとかなり危険だったからね、お腹の子がね、時期的にも危ないからね、そう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 、まだまだね、まあ、インフルエンザとか風疹とか皆さんの周りでもね、いろんなのが流行ってると思うんで、皆さんも気をつけてください。ありがとう。はい、というわけで今回は10週検診のね、はい、まあ、結果をご報告しました。引き続きね、皆さんにも見守っていただけたらと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。